速40キロ、うん、50キロですね、うん、50キロの道、法定速度50キロちょうどですね。うわ快適。あこれは軽に乗る趣味で乗ることも十分 OK。 これ全然いいね。まあ、軽自動車比較しているのは昔に乗ってた軽バンにも乗ってましたし、軽トラックも2サイクル乗ってたんですね。自分で買ってね、トライアル車を乗っけて、でまあ今は、三菱の EK ワゴンが、まあ、うちの、軽自動車としてあるんですが、しかしこれはあれですね、その、まあ、今までの、まあ、軽自動車乗ったのに比べるとすごく乗り心地がいいですね。で静粛性も、うん、静粛性もですね、まあ、思ったよりは断然静かですね。乗り心地がいいですね。こんなに乗り心地いいのかっていう、まあ今のそうですね、まあ、ハイエース、まあ、こういった特に凹凸のないフラットな道であれば、それこそ、うん、まあ、ハイエースに近いと言ってもいいぐらいですかね。まあさすがにね、静粛性とか若干ハイエースに劣りますけど、いやいや素晴らしいですね。ちょっと乗り心地の良さにはびっくりですね。スマーシ停止なんだろうね。まあ走行距離がまだ17キロ。昨日納車されたばっかりですので、回転もね、意外とかなり優しくアクセル踏んでますけれども、まあ、通常のこの幹線道路ですね、国道の制限速度50キロなので、今この50キロちょうどメーター差してますけども、まあ、このくらいで走る分には非常に静かですね。これはちょっと、まあ今の軽自動車って、あ、こんなに静かなんだなと。まあ過去に軽自動車は、まあ自分では2サイクルの軽自動車、それから軽バン、今現在は三菱の EK ワゴンですかね、乗用車、乗用タイプの軽乗ってますけれども、まあそれらと比べても、まあ、非常にいい感じです。で軽のトラックっていうと路面からの突き上げで、まあ、バン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 うるさいっていう風に思ってたんですが、まあ、非常に静かですね。ここはちょっとびっくりですね。助手席にもね、エアバッグついてますね。はいはい。で、ルームミラーも結構大きめのがついていて見やすいですね。ああ、後ろがよく見える。あ、ミラーもね、あ、ミラーも真下が見える。サブがついてるんですね。サブの小型ミラーがついてるね。
ロードスターに負けないぐらいの加速ってわけじゃないんですけどね。まあでも、反応はいいですよね。そこそこ反応はいいです。まあ繰り返しますが、まだ18キロしか走ってないので、そんなに一気には、ね、踏み込みません、はい。で、幹線道路ですね、50キロで走ってても、まあ、こんな感じでね、ちょっと押せよっていうのが交通の流れなんですね。まあこれ仕方ないですけどね。いや、こんなに乗り心地がいいんですね。いや、びっくりだな。ちょっとじゃあ軽く高速道路でも乗ってみますかね。お金あるかな。 ETC つけてないのでお金がないと高速道路降りられない。お金あるかな。あるね。でちょっと、まあ、まあ音の関係ですかね。室内の音の関係のテストで、高速道路乗ってみますね。ウインカーもね、ウインカーのこの音もまあまあですね。まず分かりやすい音っていうことと、あと不快感はないですね。ウインカーの音も分かりやすくていいんじゃないでしょうか。で、いつも ETC に乗ってるから気をつけて一般に来ますね。一般はい、なるほど。カード類も置きやすいですね。はい。で、新しいのでパワーウィンドウの音もね、上品です。意外と静かですね。現在60キロ。あ、ここはね、本当は40キロですね。はい。まあここ40キロで走ったらもう煽られまくりますけど。なるほど。結構ね、路面いい方じゃないんですが、このくらいの路面だと本当に静かに走れますね。いや、本当にでも静かだな。で、加速していきます。加速もですね、そんなにがっつり加速はしないですね。買ってすぐなんでね。で、時速70、まあ、たまたま前にゆっくりの車がいるんで助かってますね。これ前にゆっくりの車がいないとね、もうすっごくもう後ろ詰められてしまうと思うんですけど。あ、静か。80キロ。1法定速度の、80キロです。まあ、エンジンが無理してる感じはないですね。回転減がついてないので、ついていないので回転数はわからないんですが、そうですね、3000から3500ぐらいの音なんですかね。まあいい加減なこと言ってますけれども、ただ80キロで、走り続けるということに関しては思ったよりも快適です。
これ軽自動車ね、最近乗用車ですと100キロ以上でね、かっ飛ばしていく軽自動車多いんですが、まあまあそれもね、なるほどと。これ軽トラックでも80キロで、まあ快適に走れるということなんで、なるほど、最近の軽はね、100キロ以上でかっ飛んでいくのは、まあ分かりますね。まあ、とにかくロードノイズ、エンジン音、風切り音、今日風は全然ないんですが、これは静かですね。まあ、これでまあラジオとか音楽をつけると、これだったら東京から京都、まあ琵琶湖とかねは行けますね。うん、これならね、500キロぐらいのドライブは大丈夫でしょう。とてもじゃないけど、昔の軽だと無理だったんですが、いや、これはいいですね。高速道路行けます。はい、高速行けるね、これ。ただまあ80キロなので、本当にあれですよね、皆さんガンガン飛ばしてくるようなところは厳しいですね。常磐道とかも遅い車が100キロ、速い車がまあ125から140とかね、時々そんな流れがあるので、そういうところは辛いんですが、今日こんな感じで流れてる分には高速道路は全く問題ないですね。はい、いや、いいね、これ趣味の車で持つの十分ありですね。まあちょっとね、最近の車にあまり乗ってないっていうのもあって、いや、軽もこれだけ良くなってるんですね。びっくり、びっくりです。ちょっとなんか、まあでもハンドルが重くてですね、昔の FR の軽だともうすっごくフラ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 するんですけれども、なんかすごく、あ、すごいなんかのどっしりとした安定感がありますね。いや、もう軽なんだけどしっとりしているところが一番びっくりしましたね。しっとり感がすごい。で、千円札と高速の券で、おはようございます。はい、はい、はい、どうも、ありがとうございました。一区間高速に乗って160円、これあれですかね、日曜日の朝で割引なんでしょうね。160円安いですね。さてさて、